こんにちは。浅草のスペイン料理アメッツオーナーシェフ服部浩一です。本日は私のおすすめのお料理とワインをご紹介させていただきます。まず簡単に自分の自己紹介をさせていただきます。私は、スペインに約6年間料理で修行に行って、地元の浅草でお店を開いて今年で11年目になります。今日はエルボバルデエステナというこちらのワインにヤギチーズのサラダを合わせてご紹介していきたいと思います。エルボバルデエステナスというワインですが、このワインと僕が出会ったのは、作り手のフェリックスがスペインからフーデックスに来ている時に直接彼と話す機会があって試飲させてもらったのが始まりです。ボバルはとても力強くて太陽をさんさんと浴びたワインが多い中、彼のワインはとてもエレガントで繊細だったのにとても感動して、大変その時気に入りました。それ以来、うちのお店ではずっとこのワインを使わせていただいています。こちらのワインがベリーのニュアンスがあり、とても繊細なのですが芯がしっかりしたワインですので、今日はスペイン人がみんな大好きなヤギチーズのサラダを合わせました。このヤギサラダはヤギの表面をカリッと焼いて松の実やベリーと作ったサラダの上に乗せています。今日はもうすぐそこまで来ている春のバージョンとしてイチゴも添えてあります。今日はこちらのワインにこのサラダを合わせましたが、フェリックスが来た時にはエゾジカのステーキと一緒にソースのような感覚で召し上がってもらったり、いろいろな合わせ方ができますので、皆様もぜひお店にいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。